養子縁組することにしまして。育ての親もいないですけど、産みの親もいなくて、まあ、最初乳児院で、その後里親。家族になると網野生。網野生。すごーい。おかえり。どうも。まあ、一番でかく変わったのは怖いっていうことです。別に俺はその普通にその両親がいて普通に育ってきた人たちは別にそのままでいいと思うんですよ。ゲイだって自覚したのはだいたい14歳ぐらいです。その頃もその死ぬぐらいならカミングアウトしてダメだったら死んじゃおうみたいな感じで言った。警察から電話かかってきて、息子さん運ばれてます。よろしくね。信じられないとやっぱり家族でいらんないもんね。自分の身近な人たちがなんかどっか時代と時間と場所が変われば死んでるかもしれなくて。まあ雨今日大丈夫だよ。大丈夫じゃない。